1年ほど前の話、同じ部署の人約20名で、ある和食レストランの一部屋を貸し切りにして忘年会をやった。今思い出しても、本当に衝撃的で悲惨な忘年会だったと思う。その忘年会中に伝言ゲームをやることになった。チーム1、チーム2に分かれて、それぞれ列を作った。そして、幹事が先頭の人に耳元でお題を言い、それをどんどん後ろの人に伝えていくという感じの伝言ゲーム。チーム1、チーム2に幹事はそれぞれ違うお題を伝えた。ちなみに、俺はチーム2の先頭で、幹事は俺には時に及んでまさに弁礼すべし、歳月は人を待たずと伝えてきた。みんなかなり酔っていたこともあり、最後まで正確に伝わるはずないだろうなぁとは思ったな。そして、伝言が最後まで伝わりきって、チーム1の最後尾の人がまず発表したんだが、長めの分、うさぎ走りて株に触れけいを降りてシスを言って正解していたので驚いたわ。意外と酔っ払っていても大丈夫なもんなんだなと思って、俺は自分のチームの伝言にも期待してしまった。そうしたら、俺のチームの最後尾の女がものすごく言いにくそうに、これ言っていいの？この部署の A と B が不倫してますと言った。どうやったらそんな伝わり方をするんだよと思ったわ。ガヤガヤしていた人たちは一瞬にして静まり返ったし、俺含めみんな凍りついてたな。 A も B も既婚者、 A と B 2人ともチーム1は一瞬の間の後にものすごい否定をしており、その場はなんとなくみんなぎこちなく笑って終わった。誰のいたずらか知らんが、とんでもないジョークをやらかす人もいるなあははと。この時点では衝撃は一旦収まったんだが、それから1ヶ月後に A と B が2人揃って辞めていったので、もう言葉が出てこなかった。2人が辞めた理由を上司に聞いていた人もいたが、上司はそんなこといいから自分の仕事をやれというだけだった。なんというか、 A と B とあと誰か一人伝言ゲームで仕掛けた人はかなりぶっ飛んだ人たちだと思ったわ。